で、サンライズっていう屋号、サンライズっていうのは屋号になるわけ。屋号です。屋号になるんですね、はい。で、船の名前が深海になるわけですね、はい。これなんでサンライズにしたんですか？サンライズは、まあ本当これは多分カットされると思うんですけど、はい、大した意味がなくて、はい、僕はただ朝日がすごく好きで、で、まあ一日のスタートっていうか朝日も夕日もなんですけど、釣りと一緒で。うん、見飽きることもないし、毎回見るとすごく感動するんですよ。で、確かにね、見飽きることないっすよね。だからその見飽きる見飽きないとかっていう観点で見るものではなくて、なんかもう動物なんだろうなって思うんですよ、自分は。なるほどね。で、あの一日のこうスタートがボワーッとこう始まるじゃないですか。はい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 。で、その日がどうなるかなんて誰もわかんないじゃないですか。だから、なるほど、朝日が昇った瞬間からその日のことは自分たちでこう出会うこともあるし、作っていくこともあるしっていうことっていう、あと、まあそういう由来と、あと作業で始まる、さしすせその作業で始まる屋号にしたかったんです。それはまでまた何で作業にしたかったんですか？それも本当に大した意味はないんですけどそうなんです。作業で始まったそのネーミング、はあはあ、会社っていうのは、うん、流行るっていう言われがあって、さで言うと例えば、まあ、ソニーとか、ああソニー、そう、なるほどね、はい、まあ、車の名前とか、なんかいろんな、まあ、作業で始まるもの、結構、なるほどなるほど、ソフトバンクとか、ソフトバンク、なるほどなるほど、多くて、でなんかなんとなくやっぱ作業を入れたいなっていう、で作業で始まって作業で終わってずっていうので、ああなるほどね、はい、まあ原価継ぎ、原価継ぎで、で、それいい名前ですよね。でも本当に響きもいいし、なるほど。いや、あまりにいい話なんでここはカットで冗談ですけども、 いい話だから、これはぜひ本当に皆さんね、せっかく来られた方は、あ、そうだったんだっていう思いだったと思いますけども、後から気づいたらサンライズで検索すると、はい、何十万件って出てきて、はい、なんだ、はい、みんな使ってるんだなと思ってなるほどね、全く考えもしてなくて、うんうんうん、よく船長副業やってるのってお客さんからサンライズ農園とか、なんかいろんなサンライズを使った文字がいっぱい置かれてきて、いや儲かってしょうがないですって返すんですけど、いっぱいある、なんかいろいろありそうですね、なんか、まあ、でも親しみやすい名前だなと思って、はいはいはい、よかったです。やっぱなんかお聞きしてたら、今のね、すごくお気持ちがなんか全然ネガティブなことなくて、もうすごくポジティブにみんな捉えてやってらっしゃるんですけど、逆になんかこう苦労したりとか、なんか引っ張られちゃうことってありました？いや、ありますよ。例えば？あります、あります。引っ張られるっていうか、まあ、魚釣れない時ですよね。ああ、まあまあ、そりゃそうですよね。それはもう決定的に、やっぱり、船長としては、うんうん、あっちゃダメなことというか、ガイドとしては。いや、まあ、そうは言っても、自然相手ですからね。いや、まあ、そこが、まあ、言い訳としてはできるんですけど、まあ、お金をいただいて、いろんなところから来ていただいている以上は、やっぱり何かのせいにするっていう選択肢は避けたいところではありますよね、そこが一番プレッシャーでもあるし、まあ、でもまあ、でもそういうプレッシャーもないと、そうですね、気も引き締まってやれない、毎日緊張感持ってやれないとも思いますけど、まあ、釣れない時はやっぱりお客さんもすごいへこんでますけど、結構落ち込んで、すぐ寝ちゃった、すぐ寝ちゃったり続く時ありますけどね。まあそうですよね。またその自分で釣りに行って釣れない以上に、なんか苦しいものはありますよね、きっと。そうですね。まあやっぱまだまだ本当知らないことがあまりにも自分で多いっていうのは痛感しながらやってるんで、一緒に勉強させてもらいながら出てるっていう感覚ですかね、やっぱそこに、なんていうんですかね、やっぱりさらなる
チャレンジとして、うん、まあ、自分なりにいろいろやってみたいこととかが出てくるわけですよね、はい、まだまだ足りないとおっしゃってたんで、まあ、今回も魚群探知機を一つ、はい、あの変えてっていう話だったと思うんですけども、はいはい、そうですね、こうやっぱり、まあ、今からこう自分がこういうことチャレンジしていきたいなとか、うん、まあ、その釣り的な話も含めて、そうじゃないものも含めて何か、うん、これからチャレンジ、まあ、あの当然あの今回、はいはい、すごいいい機会をいただいて設置していただいたんですけど、うん、まあ、昔からやっぱり気になってたんですけど、はいはい、そのソルトに関して、はい、まあ、ブラックバスの世界ですごいっていうのを僕は情報として聞いてたの で、うん、で最近になってそのソルトの方もすごく、うん、水深も深くても大丈夫だったりとか、はいはい、なんかサイドビューじゃなくて、はい、サイドビューですね、あの、はい、水深が深くても 50m とかでも見える、もう全然でも見えるっていうのを聞いたりとかしたので、もう最近はもうあのお知り合いになるまでもつけたくてつけたくて、はい、仕方なかったんですよ、はいはいはい、でそれでちょっとお話しいただいて今回に至ったんですけど、うん、まあ平面というか自分の頭の中でこう決めつけた地形の中で今まではそのガイドしてることが多かったというか、まあ、ほとんどそうなんですけど、うん、その今回つけた機器によって、うんうん、今まで想像してたものが全て、まあ、形になって見れてしまうっていうことが、うんうん、まあ、僕のおそらくこれからのガイド業だったり、うんうんうん、まあ、潮の見方、釣らせ方、魚の生態に関して も、うんうん、もう全てに通じることだと思うんですけど、かなりこれから変わっていくんじゃないかなっていうのが楽しみです、ね、そうですね、よくねそのバスフィッシング、まあ、並木さんがおっしゃってたことなんですけども、うん、僕ら他のスポーツと違ってあのコートの大きさとか球場の大きさとか知らないままゲームをやってるんだよねっておっしゃってたんですね、はい、まさにその通りで、うんうんうん、普通の、まあ、ゲームだったらコートの大きさは何メーター何メーターで、うん、そもそも自分が打った球が、うん、まあ、サーブが入ったかどうかが分かるわけじゃないですか、うんうん、コートに入ったって。僕らはそのキャスティングしたのが、うん、ちゃんとその魚のいるコートに入ったのかどうかが分かってないっていう状況がありますからね、 そうですね、はいはい、そこの前提がまず全然まだまだ揃うだけで大きく変わるんじゃないかっていうことをまあおっしゃられてましたけども、うんうん、おそらく魚群探知機ができたのが、何年でしょう、1950年ぐらいですね、今から70年ぐらいですね、はい、70年前おそらくできた時っていうのはものすごい革命だったと思うんですよ。そうだと思いますよ、本当に本当にプロジェクト X か何かで古野さんのやつを確かやってましたね、と思うんですけど、はい、あれがものすごい革命だったと思うんですよね、うんうん、水の中のものが深さが分かる魚が出てるっていうのが革命的で、うんうん、そこから多分その状態でかなりの年月が経ってると思うんですけど、うんうんうん、まあ、この今回 そのガーミンさんの、地形図が自分でクイックドローンによってこう組み込まれていくっていうのは魚探ができたのと同じぐらいのおそらく出来事なはずなんですよ。そうですね、僕ら船長からしたら、うん、そこがやっぱり、70年前の革命と同じぐらいのその、うんうん、すごい衝撃ですよね、 僕の感覚からすると。多分だからね、その 今のこの状態でこの情報量で、うん、いろんな魚ともすでにコミュニケーションして、うん、こういうふうにすると興奮させられるとか、こういうふうにすると、うん、食域を食わせられるとかっていうのをもう蓄積されてるわけじゃないですか、うん、でもっとそのコミュニケーションするツールが増えたってことだと思うんだよね、はい、魚の言葉は分かんないけど、ね、気持ちが少しは分かるようになるっていうのが多分今後なのかなって気はするんですよね。答え合わせ、潮流計つけた時もそうでしたけど、自分の想像してた潮の流れのスピードと潮流計の示すスピードっていうのはやっぱりちょっと違ってて、うんうん、だけどあそういうことかってなると海の見方が変わって、この波の時はアニノットだなって自分で決めつけてたのが、潮流計だと 1.2 とか、あ 1.2 かと思ったら、次それに慣れていくと次海見た時はあこれ 1.2 ノットだなって、もう完全にもう上書きされてるんですよね。ただそういう感覚でいくと、そのクイックドローンで地形が分かった時に、あここに波が立ってるってことは あそこの根にこっちに当たってるからっていう考え方で変わってて、多分分かってないとなんであそこ潮波立ってんのかなとかってなってると思うんですよね。だそもそもの
今まで2ギガぐらいしか分かんなかった僕の頭がこうこれからボー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 膨らんでって、うんうん、すごいギガ数になってって、ま、そうですね、うん、CPU も上がりますし、うん、多分ねその何でしょう、うん、初めてね釣りした時はさっきベラを釣ったっておっしゃいましたけど、うん、はい、僕もその鯉釣った時なんか思った時にこの水の中はどうなってるんだろうって、うん、すごくもっといるんじゃないかとかね、うんうん、興味があったんですよね、はい、ね、多分そういうことってのはなんか全然変わらないのかなという、そうですね、変わらないですね、うん、そこに対する興味ってのはすごく変わらないし、うんうん、やっぱりそうなるとこれまでもずっとそれが続いていくのかなって思うと、うん、まだまだワクワクできるのかなっていう気がしますね。まだまだですね。そうですね、うん、世界がまた全然変わるし、うんうん、あのついさっきあのお客様と電話してて、はいはいはい、でこういうの入れるんですよ、入れてもらうんですよって話をしたら、これ魚がおらんくなるんじゃないのって言われたんですよ。いや、まあまあまあ確かにそれも一理あるかもしれないと思ったんですけど、いるってことは、いるってことは分かる、釣れるってことは分かるってことは調整もできるんじゃないかなと思って。まあまあそうですね。釣り切る必要はないわけですからね。そうなんですよ。そこまでできたらもう本当すごいなと思いますね。うんうん、はい、本当1匹2匹映ってるから1匹ずらしたらちょっと1匹残しておかないこうかな。まあでもそのゲーム維新が進んでいくともっとタグアンドリリースとかどんどん進んでって、うん、生態とかも研究されてて資源量とかも正確に把握できるようになっていくと思いますけどね、うん、そうですね、うん、でもそういう風になっていかないといけないような時代になってきてるような感じもしますけどね、僕は。そうですね、多分その自然を保護しながら自分たちも楽しみながら、はい、まあそういう、まあ、サスティナブルってよく言いますけども、うん、まあ、持続可能なスポーツフィッシングっていう方向に、はい、まあ、間違いなく今みんなね、うん、あの釣りをやってる人たちもそうだしそうじゃない人たちも含めてどんどんそういう方向に行ってると思いますんでね、はい、うん、でやっぱりねすごくキャッチアンドリリースとかあの啓蒙されてるんでこれはなんかねすごくいいなと思ってそのあの魚をいたわる姿とか、はい、そうそう、この間行った時僕思ったんですけども、あの長山さんとか魚を落っことしちゃったらごめんなごめんなって魚に謝ってるんですね、はいはい、ああなんかいい人だなとすごく思って。そうですね、まあ、うんうん、心の会話みたいなのありますよね。そうですよね、はいはい、なんかね、だから今後もそういう形でね、いろいろとまだ変わっていくことというか成長していくんでしょうね、うんうん、で初めてあのこれから新しく、うん、あのこういう釣りをされる方たち、うんうん、若い方もあの年召した方もそうですけど、最初からまあこういうリリースする魚なんだだったりとか、魚をいたわってまあ食べる分だけキープするんだっていうのを最初からあこういう釣りなんだな、楽しいからやろうかなっていう方たちが増えれば増えるほど、あのそういう持続可能な海を継続していけるかなっていうのを。そうですね、これね本当思うんですけどね、いい意味で僕は釣り中だから釣りをずっと続けていきたい。そうなんです。魚をね、はい、大切に扱おうっていう気持ちだと思うんですよね、はい、うん、まあ、釣りはいつまで続けますか。いやそれは死ぬまでじゃないですか、やっぱり。やっぱりいうかもう僕の人生ですもんこれは。そうですよね、人生をかけてはないっていうの、かけて何なんだろう、なんか、うんうん、僕の中の釣りっていうのは人生そのものだし、今はまあ釣らせる方がメインではあるんですけど、うんうん、うん、次生まれ変わってもまた同じようにしてるんだろうなと思います、ね、あ、そうですね、釣りは出会っちゃったらなかなか、うん、なか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 ずっとできますからね。ずっとできる、そうなんですよ、うん、だからこそ、まあ、いろんな方にやってもらって、感じ方って人それぞれ違うじゃないですか、うんうんうん、ベラツってまあ僕は感動しましたけど、うんうん、いろんな感動の仕方があるんでいろんなことに感動してほしい。だから釣りっていうのもそう大事ですけど、まあ、僕は海に出て朝日見るのもいいし、うんうん、夕日見るのもいいし風浴びるのもいいし、なんかいろんな日常を忘れて海に浮かんで、あ気持ちいいなっていう、それだけでも一日良かったって言ってくれる方もお客さんでいらっしゃるんで、うんうん、だ海ってすごいなって改めて思います。なるほど、これ釣り中プラス海中だということで、はい。はい、
いや、どうも今日は本当にいいお話をいっぱい聞かせていただきまして、どうもありがとうございました。ありがとうございました。はい。